はいどうもバチオです。信長でも、武将風の織田家鉄砲縛りやっていくんですけども、ものすごい久しぶりにやってますね。これ10月の末ぐらいに最後やってたっぽいですね。セーブデータ見たら10月の20なんかってなってましたね。ということで今ね12月の半ばなんで一月半ぶりぐらいのプレイなんですけど、ですね、まあ簡単に言うとね、徳川をそろそろ食いたい。ただ兵数がね679に999ということでやばい人数なんですよね。なんでちょっとねこっちと喧嘩してほしいんですけど、どうかな。まあ尾張と信濃から攻め込む予定です。なんですがどうやって攻めようかねってのはちょっと迷ってますね。なんか信濃から攻め込むのはいいような気がしてきましたけど、なんせね武将は弱いというのもあるので、まあとりあえず、商業と白防御か。ここは行動力100だからいいね。ここのメンツは強いね。おいと甲斐さっさなりまさ。ここはねとりあえず持ちこたえる。70、さっさなりまさがね政治力が低いからね。わっと嘘や。信濃まあ取られることは絶対ないんだけど、はいはいはい、なんかものすごいあれだな。他国に助けは求めで、こっち行こうか。はい。ということで、正直ねこれ全員出さなくても勝てるんですよね。福島正則あれなんだよな。池田てるがさ、とりあえず鉄砲の能力を見てね。こいつすごいんだよな。この三宿正友鉄砲 C なんだよね。森蘭丸秀頼鍛えてみるか。てかすごいな秀頼。今見たら年齢10歳だし、あと久しぶりなんで巨砲対策をね忘れないように。で巨砲多分ねしてこないですけど、クッキーをしたか。池田てるまさ、まあ4番手ぐらいで福島正則いつか忘れてた。森蘭丸こいつを、これ政治力が低いんで玉よけ要因というか巨砲で帰らされる要因ですね。鉄砲 B、 これ森蘭丸を本陣に置いてもいいんじゃねえかぐらいの感じだよね。鉄砲 A だからね。なんて言ったって、あと勝政ね。
これね、秀吉、時吉高か、配置順番なんだっけ。これここ置いてもね、あんまり頑張る。おいっと、わ、誰もいねえ、誰もいねえ。あははは、こっちか。これはね、この鉄砲のやつ一人がね、ひたすら逃げる展開になる。お、弓構え、はいはいはい。てか、こいつらが弓構え、はいはい。強い強い。あ、もう門開いちゃった。早えよ。逃げます。うはははああ、そっか。願いの約束があると、あれで願いらせれるってことが、出陣あるの知らんかった。早いこと逃げたいな。はいはいはい。走って逃げる。申請、オッケーオッケー。これはね、いつも通りなんだけど、この鎮静を使わせることで次にね、三段構えが使えるっていう。全員ちゃんと潰し合ってくれないと俺は困るからね。さあ行こうか。こいつはちゃんと退却させる。撃ち殺しても OK だけど。おうおう、村上義清じゃん。ああ、まあ僕はね、前上杉謙信プレイで使ってた通り、村上義清大好きなんで。逃げられたか。うん、そっちはいかんか。
俺大将打たなしゃあないもんな。誰な、大宮綱本、これは逆に他の兵士を削れないんであんまりよろしくないな。まあとはいえしゃあないか。お、当たった。お、っていうことはこの兵糧を分取れる？兵糧分取りプレイ久しぶりな。1907になるのかな。あ、そこからあれか。だから1907から引いて1400の、1300いくつになってるのかな多分。おーっと攻めてきた。上杉か。これ本体か。6人460。ここはあんまり攻めてほしくないんだよな。なんせ石高が足らなくなる。とはいえ、この成政重実がなんせ鉄砲が強い。どんなメンツ、あ、政治が低いのか。富田が政治が低いのね。じゃあ富田がおとりだね。潰し合ってくれなあかんのやけどな。よし頑張るぞ。これはね、だって4、おはー、今度そっちか。さあ、お祈り申しておりますと。雨だけやめてね。もうここはね、この城はね、もう攻略法というか守る方法はもう引きつけて鉄砲隊で。てか上杉謙信本体は勘弁してくださいよ。てか上杉謙信撃ち殺せんかな。うわ、大将が戦闘できちゃう。あ、いいねいいね、殲滅してやる。違う。あ、でも一遍ちょっとセーブを。ほらこれ10月16日になってるからね、2ヶ月ぶりだよ。
まだ早いか。吸収を届く位置に来てからやりたいんだよね。あ、届くんなら、ほいっと。で、動けんくなったやつはさすがにいねえか。さすがに当たんねえか。こっちも当たる。うわぁ、そう、それが最悪。金星切った。これだよ、最悪は。これ富田打ち取られるかな。お、来た。当たっていいぞ。21。すげえ。えぐい。ここにすればみんなが打ってくれると。なかなか当たらんね。これ上杉謙信に当たったらすごいことになるけどな。秋山の御子も上杉家にいるんだ。おほほ、これはいかん。一歩下がります。こぶ、うん、これはいかん。最悪のタイミングでの雨だ。来た。あ、そっか、一歩下がったことによって。すげえ、めちゃめちゃ減る。さあ、これでもう退却させちゃっていいのか悪いのか。まあとりあえずこっちを置いとくな。打って打って、うん、当たらんか。これで退却させちゃうか。まあどの道戦闘力100だで 100% 逃げるとは思うけど、門壊させると耐久力の低下につながるのかね。まあその辺が分かんねえから、まあ変えさせるか。口ほどにもなきだけど、ほらこれでさ、下がるんだよ。その
兵糧収支がマイナス146とかなっちゃってるじゃん。これだよね、本当は兵相場がゴリッと下がってるから兵士をな、あの仕入れたいのに、このこれ4月だからね、7月までもずっとやらなきゃいけないからね。そっか、情報見れねえな。だで偵察はしなきゃいけねえな。これはね、いや攻められたから石高商業下がってるけど、下がってるけどこれ100仕入れようか。さすがに安い。で、訓練福島正則やっちゃったから、内政の治安をまあ牧野あたりにやらせといて、これでいいや。海外諜報の ここだったよな。ああいたいた、霧が黒サイド。でここだった。これ兵数100だよ。取りに行っちゃダメかな。いやなんだけど、ここ相模じゃん。小田原城なんだよね。これ小田原城って鉄砲隊で走破できる？まず。これ無理ゲーじゃね？武将35人とかいうやばいことにはなっとるけどね。これ野戦で討ち取りたい。こんなもん本陣ね、城に鉄砲隊がわんさかおられたらもうどうしようもないからね。わあ、ここで籠城戦やりたいわー。とりあえずそれを見といて、で、ここもあれだね、こんだけ徴兵だね。あ、そうか、森田兵ここにいたんだっけ。ここはね逆に攻めれるんだけどね。実はここにね兵数も訓練も少ないところがあるんだよね。島津俊久いるんだけど、年下いるから何よっていう状態。この300とかで攻めれるんだよな。これ300で攻めて300で守れるだろう。ここやってみるか。で確かね、この越中がねそんなに、でしょ、これ393そんなに兵士いないんだよ。でこれ城内にで、この城がね、
いや、ちょっと困るのが、この城がね、守りにくいのよ、割と。兵士を削られる城なのよ。だからちょっと困るってところはある。これただ繊細一遇だよな、チャンス的には。国を取るチャンスをその放置しとくあれはないよな。武将もいるし、やるとしても石高とかだけだもんね。開墾のだから前田はいいんだよな。前田浅野あたりはいいとして、加藤清正織田信忠あたりで攻めてみるか。鉄砲能力高そうだ。あ、そうだそうだ、忘れてた、本田忠勝いたわ。戦国最強の男やでな。ただただただ鉄砲の能力は C なんだよね。前田と浅野で、まあ内政型だからね彼は。ああもういっぱいだ。でこれで合戦、こっち999なのよ。でただここ999だけど、これは300で守れると思ってる俺は。いや、いけるかないけるかな不安だぞ。加藤清正を寝かしとくね。同じ本田忠勝と同じとこにいさせる理由もないから、本田ファミリーにここにいさせて、まあ戦闘橋もいいとこだね。毛利勝長とかもねいいんだよ、鉄砲 B だしね。だからあ磯野いるし、まあまあやっぱそうだな、織田信忠あたりを使って攻めるか。だから信忠清正、信忠清正勝長で攻めるか。清正、籠城されたら素直に引こう。あ、そうだ、一番政治力が低いやつ磯野か。ちゃんと巨砲用意も巨砲用意総大将は織田信忠で一緒なんだけどね。野戦希望です。まあこうなるよね。でこうなった時に
鉄砲はねちょっと不利なんだよね。そしてこれ多分一人ずつしか攻められないよね。これ三段をやってる余裕はないのか。ああ。巨峰で帰ると、まあ帰るのが磯野なのはね分かってる。むしろ狙い通り。さあここでどうする。まあ訓練度が低いからむしろ濃いぐらいの勢いで来た。よし、弓構え来た。はいと、おー、あーくそ、いや来るとは思ったけど、あーくそ、これはどうする。行くか、一応やってみっか。を捕らえたねえ。どうするかな。あーくそ、まあまあまあ、まあ仕方ない、鉄砲で殴るになっちゃってるけど。うわ、ここが一番きついな。上は大丈夫、まあ、真ん中も大丈夫だ。お、捕らえた。ああ逃げられた。
よしよしよし、これ後ろから攻めれないから。こうしとくしかないよね。加藤清正でもこんだけしか減らせんか。ゴリ寄せゴリ寄せ戦闘力90をなめんなっていうね。かな、こっちも兵士減らしたくないのよ。ラスト三段構えかな。これ一歩引いといてので、これで奇襲と。よし、あーやっぱ年下は逃げるか。越中に退却。まさかわしが東洋処罰。ダメか。ダメですか。どうにでもしてくれというのなら来てくれてもいいんだぞ秀元。ダメか。そりゃそうだよな。そりゃそうだよ。しかしまた一国手に入れたぞ。本当に家康邪魔だよっていう状態ではあるけど。ここはこれどっちかに攻められる可能性あるからね。そろそろ近江をなんとかしなきゃいけないね。逆に言えば三河取らなくても近江を取れば美濃が浮くんだよ。武将もいるし、もうこれこんだけいろんな国をね治めるのちょっと疲れてきてるからね。木を見るに瓶と。これは商業がくっそ上がるから、
はいはいはい。ここはね、宮永秀だけど、これも結局上げれるよな。攻めてくる可能性があるな、この2カ国。まあ徴兵しとっか。よっしゃ。うん、まあとりあえず兵士増やすぞーって回になったね。なんでか知らんけど 2.2。 これ175はさすがにやばいからね。でもこれ内政やりたいけど、あいかん、今は無理か。はい、今は素直に。ここもなんか確か弱い武将ばっかりだったんだよな。こういうちなみにあ、まあてか、うん、あんまり味方にしたくない武将だったな。内政したいけど、内政してもすげえ攻められそうな場所だよね、これは。摂津、山城。なんなんだよ、この9999の金と兵糧みたいな感じのイメージのやつらは。羨ましいじゃねえか。あ、そうだ。荒木村重。育成計画が荒木村重はなんかほっとくと裏、なんか故あれば裏切りそうで怖い。なんか二人にやらせるように信長がやった方が強そうな気がするっていうね。柴田勝家、まあここは内政だよね。商業を上げる。柴田勝家よりも前田利家の方が政治力が低いのね。てか兵相場下がりすぎだろ。なんか米みたいな値段になってきてるじゃねえか。あ、ちなみに時間は44分。まあなんか戦が続いたからな。うん、それがしに、うん、いいよ。君はあ、違う、君は褒美も渡すからな。うん、荒木村重はちょっと特別扱い。なんせここで荒木村重が出せないのが痛すぎる。ここ175だから訓練で、あ、まあ2人強いのがいるから、てか2人やっても5しか上がんねえから。ここも兵糧収支がマイナスだから、これでマイナスは解消されーと、ここは勝家のところか。うん、てか無理しすぎだろ、4人で391って。逆になんで攻めてきたよ。
小早川秀明鉄砲 B っていうね ただな、秀明を育てる余裕はないよな、きっと。まあ前田利家で、総合さんはまあで396だから、金森長近かもな、別に育てるほどではねえんだよな。もちろん佐久間信盛もね、微妙なとこだし、服部康成、うん、巨峰要員と、あれ、え、なんで出せない、あ、鉄砲がないのか、珍しい。よし、これで守りきれるでしょう。ああ、ここあれか、そんなにその兵数を入れる必要性がないとこか。入れたら勘ぐらいか。そんな兵力を分散させていいことないぞ。よし、まあこれを終わらしたら終わりにしましょうかね。さあ、よいしょ、ちょっと待って待って、ね、今車の中でやってんだけど、ちょっと用事。兵数を損ねないかっていうのを考えたときに、ちょっと考えなきゃいけない。硬えな、思ったより硬えな、自分の城ながら。その91の左上のやつをまず叩くんだけど、あ、帰ってった。
はいはいはい、カニ改造が買える。ああ最悪のタイミングだ。打てるのに。吸収を使って移動を、で鎮静で落ち着かされる。いいね、だいたい予定通りです。でここで撃ち殺すことができれば理想。よし、オッケー。で、これで僕は思うに小早川が引いてよしまである。そこから狙い撃てる可能性はあるんだけど、入ってきた時に向こうも弓矢で撃たれるっていう可能性の方が高いから。あ、そうだそうだ、これ締めなきゃ締めなきゃやばい。だから一方的に撃つためにわざわざその視界を下げるというか。だけどこのちびじろに疲れて多分ダメだとは思うんだけどね。まあ三段構えがあるから。うん、あ、行った。あ、行った。おし。か。そしてケツから撃つ。当たったー。さすがやねあーなんだ、一人になってまだ兵数100いるのに逃げたよ。勝ち目がないとはいえやるな。浮きた、これ山城取れんかな。山城兵数少なかったやろ。兵数っていうか武将数6か。あー6か、6いるんか。なんか少なかったイメージなんだけどな。ここなんか武将数最初5とか6とかだったんだけど、今48とかいるからな。えぐいな。48、36って、31って、26。まあまあまあ、そこ最前線だってわかるけど、この辺4とかだ、3とかだな。逆に言えば後ろスッカスカだけどなあ。なんかすごいな、黒田長政、甲斐宗雲の龍造寺高信って
あれ国近、国近親父さんだよな。まあこんなとこでとりあえず終わりにしようかな。だよね、終わりにします。以上パチオでした。バイバイ。